ったく久しぶりに行くなっていう感じを受けたんですがね、なんかちょっと不運な当たり打たれたら、そしたらもうもろくも崩れ去りましたね。そうですね、はい、佐々木浜田と簡単に2者三振に取りまして、このあと2点を取られ、さらに2回には4点も取られております。現在6対2、福岡大栄がリードしております。さあこれは文句なしのホームランです。レフトスタンドへ笑いが止まりません。大栄のベンチ2点追加です。藤本博史の豪快なホームランです。今シーズン第5号のホームランです。いやー松沼さん、はい、8対2になってしまいましたよ。そうですね、まあ、6対2であればまだまだと思いましたけども、まあ、この一発は効きますね、はい。まあ、ただ吉田投手君がね、ま、今シーズン1勝8敗なんですよね。ですからまだそう6点差とはいえね、そう安心して見てはいられないと思いますけどもね。根本監督もこの回ツーアウトからライトにヒット、そして今ご覧いただきました藤本にツーランホームランが出ました。8対2、福岡大栄が6点リードです。にとって大きな誤算ですね。そうなんですね、特に、まあ、核は、ね、不調だったんですが、この藤本、ええ、この人には、ね、期待してたと思うんですよ。これもいい当たりです。ライトバック、ライトバック、なおもバック、連続ホームラン、今度は右中間へ吉永です。第6号のホームランが出ました。またまた1点追加。これで福岡大栄の放ちましたヒットは早くも11本です。ご覧いただきましょう。シュート回転で真ん中に入ってきました。打球がピンポン玉のようになります。素晴らしいホームラン、会心の笑みです。吉永、これで9対2、中盤とはいえこの7点は重くのしかかっています。ね、チームが、ね、非常に乗りやすいんですね、はい。西武ライオンズ一塁側のブルペンでは内山、前田といったところがピッチングを開始しております。トータル51球でノックアウトです。ご覧のベンチ入りピッチャー、右に内山、左に前田、得点は9対2、なおも福岡大栄の攻撃が続きます。三遊間です。深いところからワンステップして一塁に送ります。これはアウト。しかしこの回